はい、ライト出して。つけて、うん、いいよ。はい、かけます。ライトをかけます。はい、確保しました。89、よし、2つを持ってきて、カメラと、この子もやっぱり作ってくるから出てるからさ、うん、もう体重計はいいです。はい、この子も餌はちょっと少ないけど 10% ぐらいは入ってます。多分この気温、環境温度とさ、うん、この峠のせいだと思いますよね、おそらく。元気はいいんですよね、はい。栄養状態もそこまでは悪くないもんね。ムチムチしてますもんね。お腹も柔らかい。さっきのこの人間さん、それでも5歳過ぎてるんだね。4年は過ぎてるんだね。はい、じゃあですね、高知成長でこの子も一緒だからつけますね。はい、だからこの地肌につけてね。はい、1匹、1匹上がり、はい、OK。永田さん、じゃあ、さくらさんに、はい、持てるかな、手袋。持てるか。好きなんだ。この指をちょっとこうやって、こっちに置いて。手袋の筋肉が。指を。こうやって、こっちに来ちゃうから。そう。ごめんね。この子黒いからさ。はい、いいよ。はい。よし。よいしょ。すぐ終わるよ。
でもさ、じっとしてくれなかったから。うん、ちょっとでも体重、この子は食べれるの？そのひまわり屋さんの。はい、1グラムずつあげてます。わかりました。で、きれいに食べちゃいます、もしかしたら。うん、全部食べちゃいます。2、増やしてください。はい。2にしてください、じゃあ。2、あ、2、2ですか？うん。あ、わかりました。この子まで体重減っちゃってるからさ。うん、うん、で、どちらも、ちょっとトヤが、はい、じゃあこの子たちはまあこれで観察しながらね、はい、変わりなければ一月後、はい、うちの子ちゃんはじゃあ夕方ね、はい、迎えに来てください。はい、分かりました。はい、大丈夫です。